1982年、愛媛県松山市。当時34歳だった福田和子は、同じキャバレーで働く同僚のホステスの自宅を訪れ、彼女を絞殺。家財道具、現金、通帳を盗んだ。金銭目当ての強盗殺人である。死体をそのままにしていたら、すぐに警察にバレてしまう。そう考えた和子は、夫に連絡。違うの。相手から襲ってきたの。これは正当防衛なの。と嘘で夫を説得。二人で遺体を車に積み込み、現場から20キロほど離れた山の中に埋めた。しかし警察の捜査の手は確実に和子に迫っていた。事件から5日後、目撃情報から足がつき、警察から和子の自宅に電話がかかってきたのだ。警察からだ。なんとかしてごまかさないと。和子はとっさに子供のふりをしてごまかしたという。そしてその夜、夫と4人の子供に何も告げずに家を出た。これが14年と344日に及ぶ逃亡生活の始まりだった。警察はすぐに和子の夫を逮捕。福田和子を殺人、死体遺棄の容疑で指名手配。顔写真も公開され、和子が逮捕されるのも時間の問題かと思われたが、なかなか和子は見つからなかった。その理由は二つ。一つは、和子は目を二重で切れ長に、鼻にはシリコンを入れるという整形をしており、手配写真と顔が違っていたから。二つは、わざわざ京都に移動し、知人に。あのね、絶対誰にも言わないでね。私、今、京都にいるんだ。和子の作戦にはまり、警察が京都を中心に捜査を行っていた頃、和子は愛媛や京都から遠く離れた石川県の金沢にいた。偽名を使い、金沢のスナックでホステスとして働いていたのだ。そこで和子はある男性と出会うことになる。いやー、こんな美人にお酌してもらえるなんて嬉しいな。木村忠夫、三代続く老舗和菓子屋の若旦那である。忠夫に惹かれた和子は京都の料理屋の娘と偽り、彼に近づいていく。ほどなく二人は同棲を始め、1985年6月には和子は忠夫の内縁の妻として共に暮らすことになった。なんと忠夫は和子と一緒になるために妻と離婚したのだ。木村さん、いい人見つけてきたわね。和子は非常によく働き、接客も上手だったことから近所でも評判だったようだ。久しぶりの心落ち着く日々。しかし和子にはある気がかりがあった。それが子供のことである。忠夫の繊細の子供を見るたび、愛媛県に残してきた子供たちのことが思い出されるのだ。この子、私の甥っ子なんです。この店で住み込みで働かせてあげてもらえませんか。忠夫に頼み、再び息子と一緒に暮らすことになったのだ。しかし、そんな生活も長くは続かない。逃亡5年目の冬、忠夫が偶然和子の指名手配の写真を見つけてしまったのだ。さらに、長男の荷物から出てきた運転免許証により、数々の嘘がバレてしまった。1988年2月12日、通報を受けた警察が和子逮捕に向かうが、間一髪のところで逃げられてしまう。和子は警察の動きをとっさに察知し、自転車を奪って逃げたのだ。この時、警察は和子が整形しているのを知り、以降和子は7つの顔を持つ女として全国に名前を知られることになる。一箇所にとどまり続けるのは危険かもしれない。以降和子は名前を変え、職を変え、そして顔を変えながら全国を転々とした。北は北海道から西は山口県まで、決して3ヶ月以上同じ場所にはとどまらなかったという。1996年、時効の成立があと1年に迫り焦った警察は、手配写真入りのテレホンカードの配布、肉声の公開、懸賞金100万円という異例の捜査に踏み切る。この肉声の公開というのが大きなポイントとなった。あら、この声、最近よくうちの店に来るお客さんの声に似てるわね。福井県でおでん屋を営むおかみが気づいたのだ。次に和子が店に来たタイミングでバレないように
ビール瓶とコップに触れさせ、指紋を採取し警察に届け出た。認証の結果、確かに福田和子本人だ。そんなことは知らずに次の日も店を訪れた和子。その時点ですでに店は警察に包囲されていた。こうして和子の14年と344日に及ぶ逃走劇は終わりを迎えた。時効成立の21日前のことだった。逮捕後、和子は松山へ移送され取り調べを受けることになる。殺人をしたのは私ではありません、他の人です。はじめこそそんな曖昧な供述を繰り返していたが、警察の決死の取り調べにより殺人を自供、殺人罪で起訴される。そして2003年11月、無期懲役刑が確定。刑務所に収容されるも、2005年3月にくも膜下出血で倒れ息を引き取っている。平成の事件簿に大きくその名前を残した福田和子。後に第二の福田和子や男性版福田和子が現れることとなるが、それはまた別の話だ。2010年の刑事起訴法改正により、殺人や強盗致死などの死刑にあたる罪については公訴時効が廃止されています。はい、漫画レリア、皆さんこんにちは、レリアです。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。